今日も何かが鳴いてます。君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ、やっほー。あ、今日初めての配信、こんばんは。そう、ミツだよ。久しぶりに配信来れた、やったー。ねえ、今日眠たい。わかる。あんちゃん広島帰ってきてる。それな。やっぽたつきさん、こじこじさん、はっしーさん、きょうちゃん、きくすさん、ふなさん、まさとさん、きょうへいさん、ありがとうございます。ありがとう。暑い。握手会ゲットしたからまた会いに行くよ。ありがとう、待ってます。かなくるさん、ありがとう。メンバーツイッターの写真かわいかった。ほんと、あは、今日、ありがとう。大輔ちゃん、ありがとう。そう、今日はポニーテールにしてみました。熱っ。人うちの声で見つめられて好きになっちゃう。あー、うぃえありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんと明日、今日博多行ってきた。なんで？いいね。STU48 も今度福岡にチャリティーコンサートで行くので、皆さんぜひ会いに来てください。女子大生感が半端ない。確かに。どう？モニティ好き、よかった。また早く握手しに来たら来てください。りょうたんさん、田中高校の奴隷さん、ありがとう。前髪切るの明日。やったー。恋の予感ねえ。それな、おめめ、触覚作らないの。あるんですよね、どっかにあるの。でもポニーテールの時っていうか、ポニーテールの時じゃないや。なんかビルマさん、ありがとうございます。なんか似合わないって言われる、触覚。そう、 ST は瀬戸内の略でございます。ハッシーさん、いいね、ありがとう、ありがとう。あ、してるよ、 AKB さんの AB と。
バくん、カバくん、ありがとうございます。キクさん、ピッピー、触覚ないのが道らしい。そうよね、わかる。握手会来てください、皆さん、ぜひぜひ。ジャム、綴り違うよ。JAM でしょ。ありゃ。そう、ダリナさんで始めた。今日、ももさん、ダムドさん、カズリンさん、ありがとうございます。フォローした。ビスコさん、Thank you。Thank you。うん、道は何虫？泣き虫。うん、エリエリオ、それな、それなじゃないけど、やった。今日中野郁美さんのお誕生日じゃないですか。おめでとうございますって言いたかったんですけど、なんか言う手段がなくて、3週間前にフォローしました。ありがとう。ツイッターにも見てきたよ。ありがとう。そう、言う手段がなくて言えなかったから、心の中で言ってました。ここで言う。そう、 iPhone もそうだよ。水口 iPhone も水口 iPhone、アイポン、ヤッホー、アイポンと話しますよ。わ、介護さん、ありがとう。西山さん、ありがとう。ウリャホイさん、クマ、ありがとう。初めて見ました、ありがとうございます。うん、今日誕生日の人多い気がする。確かに今日何時くらいまでするね。どうしよう、どうしようって。なんか今日ね、足が痛いんよ。みちさん大好きって言ってた。誰が？キクさん、ありがとう。大人っぽい今村。せや。せやで。キャラがみちと被ってない？誰が？私キャラじゃないんですよ。素だからこれ。へへ。カズチンさん、クマ、ありがとうございます。捻挫、捻挫したことないんよね、生まれてこの方。トモリンさん、ありがとうございます。になんか左足だけ痛い。聞いて、今日チャートさん、ありがとうございます。みちに会いに行きたい。来てください、ぜひ。握手会申し込み今しているんですが、明日までなので、ぜひぜひ。カズチンさん、ゆうじろう丸さん、ありがとうございます。チャリティーしか夏休みの予定ない。おお、頑張る。足は伝わった。あ、それはある、いっぱい。シャインマスカット何個ぐらい食べた？何個だろう。10個以上。
ベイベー、ウェケイさんありがとう。聞いてって言ったっけ、なんだったっけ。11月行くね、ありがとう。握手会行く、おお待ってるよ。やったやった、七並び地、おお。めっちゃ美味しかった。タクザさんありがとう。来てほしいです、握手会。皆さん、うん、押し増しじゃなくてちゃんと道の券取ったよ、ありがとうラッシュさんありがとう。うん、こんばんは。走る雲の、え、違うんよ、なんかタバカになってますよね、なぜか。なんでだろう。ありがとう、ミチしか撮ってない。ありがとう。飛び越えるわ、うん、ほんま服めっちゃいい、ほんとふん大崎上島のカズさんありがとうございます。セカンドアミチューしか取らないよ。ほんとかいな。好きなブランドの服とかあるの？なんだろう、わかんない。フィーリングですありがとう。あー夢はミクさん、ウィキーさんありがとう。はい、お母さんから電話がかかってきたよ。おいしょい窓全開でした。立っちゃったしよかった、今日はおしゃれなスカート履いてましたね、ちゃんと。よかった。私昔の曲好きです、ありがとう。電話の出方おかしかったですか？そう、窓全開だった。聞こえてたかしら、私の声が。僕の声が聞こえるか。よし。風の音で消されたのか。ありがとうマスって言ったことないです。また来るね、ありがとう。刺し飯。てん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 。
クリフラ。僕たち同じ時代を生きてるんだ今日なんて。坂道 AKB さんいいですよね。意味を持たない。今日元気ですね。本当ですか？今日なんかまったりって感じ。こじこじさんありがとう。意味を持たない、たった一つの。まだ本校見てない。見たい。ともりんさんありがとうございます。寝る、おやすみなさい。ごめんなさい。みちは夢力のイメージが。強い。本当ですか？そうかな。ダメなんです。聞いてください、聞いてくださいって言ってさ、言いたいこと忘れるんですよね。自分忘れっぽいんですよ。ごめんなさい。ネイルトンさんありがとうございます。夢力のイメージ、本当夢力好き。そう、2階にさ自分の部屋があるんですけど、自分の部屋をさ、自分の部屋にさ、なんかさ、あ、これ持っていかにいけんわって思ってさ、上がっ1階から2階上がってもさ、2階に上がったらあれ何を取りに来たんだっけって忘れるんです。やばいよね。もうどうしよう。しばちさん、りょうへいさんありがとう。やっほー、家で出ない。よくある、やっぱよくあるよね。わかるよね。じゃあいっか、誰でもある。確かにねえ。そう、階段は記憶をなんか消し去るところですよね。階段って何なんだろう。上下運動をしたら抜けていくんですよね。確か、確かに。ちゃんたこさん、植木さんありがとうございます。ダンスしたらやばい。確かに。でもダンスはね、体に染み込むから大丈夫。ダンスはここじゃないから。ダメだ、こんなことしてちゃダメだ。でも2階にさ上がってさ、かっこいい、ありがとう。あはかっこよかった、よかった。チキンです、ありがとうございます。そう、あお森下。面白い。ここじゃないんだぞ。昨日はトロ亭にお泊まりしました。そう、でもね、夜にね、やめとこ。
変です、ありがとうございます、ありがとう、こんばんは初見です、ありがとうございます、ぜひフォローをお願いします、ピノさんありがとう、コッコ置いてくれたらしい、そうなんよ、コッコは出顔ね遅くてね今日、気になる？え、ちょっと言ったらね、言ったらね、でも多分私のね耳がおかしかったんだと思うけどね、夜中に男の人の声がした気がしたんよ、そう、うん、ありがとう、そう、あとなんかエアコンがビビビビビビビって言い出した、夜にびっくりした、コッコとウォーって言って、じゃあ気やめたのにみんなが聞くけえさ、みんなが聞くけえよ、やめたのに私言うの、でもその前の日にトロがなんか金縛りにあったらしいから、そう引っ張られてたらしいから、いい、あのそう、ムッシーさん、スカパラダさんありがとう、そうなんよ、大変、私金縛りあったことない、キョウちゃんありがとうね、金縛りになったことないんですよね、そう、私は3秒で深い睡眠に入るあのタイプなので、うーん、暑そうな服、これねサマーニットっていうんです、夏用だから大丈夫だよ、うん、でも本当にコッコと一緒にいた時になんか言われた、今日はちゃんと明日の準備とかして寝るよって言って、そうって言われて、いつも私は寝落ちするんですよ、そうだから今日はちゃんと寝るからって言って、あそうなんて言ったね、20秒後ぐらいにはもう寝とったらしくて、そう寝れな、ちゃんと寝れなかった、スカパラダさん、ともちゃんありがとうございます、そう3秒は持った、うん確かにね、そうそうなんよ、ちゃんと寝る、ヒデニアさんありがとうございます、久しぶりに来た、ありがとう、ピッさんありがとう、ありがとう、初見です、ありがとうございます、ぜひフォローお願いします、サクさんありがとう、そうポニテです、今日ポニテールって難しいよね、なんか髪が見えないから、ショートカーツ、みちに会いたい、かわいい、私も会いたいよ、私も会いたいよ、今村ルームから聞こえてくるとコオロギの音がしみる、それな、ピピピ言ってるね、
ねるちゃん、あなたはありがとう。前髪いい感じ。嘘、私ね、あのね、あの流行りに乗りたいんですよ最近。なんかぺったんこで薄くてのパッツンにしたい。そう、シースルー、うん、シースルー。そう、ふーちゃんに、ふーちゃんにね、なんかね、ふーちゃんみたいに毎回ぺったんこでスカスカになりたいんよねって言ったらディスってるって言われた。いや、そんな言い方してないけど。そう、パッツン、ふーちゃんの前髪が好きなんですよ。ふーちゃんの前髪大好き。なんかトゥルトゥルしてるしね、大好きなんです、ふーちゃんの前髪。それになりたいの。そう、へへへ、大丈夫だよ。ふーちゃんの髪質いいよね。トゥルントゥルになりたい。ありがとう。ふーちゃんのほくろ、パッツン流行りなのかな今。バユー、バユー、こんばんは。バユーかー、バユーかー。パッツンの方がさ、なんかさ、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんかさ、なんて言えば、カリスマ感でないですか。カリスマ感わかる、この気持ち。わかってくれますか。嘘。発言してないよ。わかるでしょ。ほら、わかるよね。みちゅって呼んでいいですか。どうしよう。なんか小松菜奈さんとか、なんて言えばいいんだろう、モードって感じ、モードって感じ。みつきって呼びたい。呼んでください。そうそうそう、うん、重め。みつきっていい名前。それな、ひょりな、ひょりな、違う違う、小宮だよ。今三四郎の小宮さんのモノマネをね、ハマってるんです。今日のお墨付きやるやる、小宮だよ、小宮ってできないんだよね、小宮だよ。なんで、え、なんでだろう、なんかやりたくなって。でもね、ふーちゃんがね、めちゃめちゃふーちゃんの話になる今日。ふーちゃんがなんかね、あの面白くて、三四郎の小宮さん好きらしいので、あのいいねって言われた。小宮だよ、いつももっと似てるんですけどね、小宮だよ。
難しいな。なんとかであり。似てる、ありがとう。ありがとう。そう、モノマネに対してストイック。そうですよ、私はやると決めたモノマネはいろんなものを見て追求してやっていくので。あー、おめでとう。小宮の声で道押しであれ。あ、いいね。小宮だよ、道押しであれ。似てる？似てたね、小宮さん。それな。え、似てる？似てる？声量が足りないんですよね。どうすればいいと思います？声量。確かに。皆さんは誰推しですかって聞いて。デフォルメって何？トロ。いや、そこは見通しであれ。あ、いい感じ。使っていこう、どんどん。いいね。いい感じです。モノマネ一番好き。ほんまに？頑張ろう、もっと。こんばんは。もうちょっと練習して頑張ろう。握手会でもやってもらいたい。もちろん。にゃんちゅうもね、にゃんちゅうも頑張ろう。にゃんちゅうはね、小宮さんとにゃんちゅう全然真反対だね。にゃんちゅうはめっちゃ声量いるから、声量ここをグッてしないとできない。そう、 P さんありがとう。にゃんちゅうみたい。いけるかな。ちょっと音量下げてください、皆さん。音量下げてね。最近やってないからな。にゃん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 、にゃんちゅうだにゃん。全然似てなくなってる。広島県在住トラブゆりさんからのお便りを紹介するにゃん。似てなかった。来たね。やっぱダメですよね、毎日毎日練習していかないと。積み重ねて大切だなって思うから。一時期はにゃんちゅうのモノマネ毎日してたから上手だったんですけどね。今日は似てた？後半ちょっと似てた。そうなんや、ちょっとずつね、ちょっとずつ戻っていく。にゃーす。
おじゃる丸はもう鉄板鉄板。リンゴリンゴ歌手も歌手もマロを送ってたも上手。ね、似てるよね。時期に選んでもらえないかな、候補に。ピカチュウ、ビガビガ。ぼーちゃん、カバンの中に石が、あちょ、本気の博士、懐かしいな。最近おやすみ。最近あのちょっと気になってる、やりたいなって思ってるモノマネは、あのちびまる子ちゃんのあのナレーション、後半へ続く。でもあれ男の方なんですよね多分、だからできないんですよ。女の方のモノマネならできるけど、そう男の方のモノマネ難しいんですよね。野口さん、さくらさん、なんかできそう。右輪さんってどんなんだっけ。さくらさん、しずかちゃん難しいね。ジャイアン、おのび太、野球しようぜ、おのび太。休憩しようぜ。おやすみおやすみ、またね。じゃあ行こう。のび太さん、新しい漫画描いたの。のび太さん、私のび太さんのことが大好き。似てる？てやった。のび太さん、やっぱ似てるよね。そうなんだよ。え、すごい、のび太さんがいるすごい。ゆきいろさん、ありがとう。右輪さんもこんなんですね多分。確かにトトロの目。あなたトトロっていうのね。難しいな。うん、おたえりが、ガリンさんが似てない。そっか、まだ襟が。何ですか、ビルマさん、ありがとう。目に持って野生児みたいな声、野生児みたいな声。あなたトトロっていうのね。難しいね。
コミアをしていく。本当？いやそこは似てるって言え。難しいな。そこは似てあれ。難しい。ひまわりの真似好き。あや。たた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 た。おじゃる丸。リンボー。おじゃる丸配信しよう。ちょっと。おたけさまさん、ゆきいろさん、ギフトありがとう。おしゃこじこじさん、ありがとう。しばっちさん、ありがとう。りょうへいくん、ありがとう。ね、寝てまう。確かに。みくさん、うえきさん、かずきさん、ありがとう。初めて来たけどめちゃくちゃ面白い。嘘、ありがとうございます。あく先生、スカパラタさん、抹茶さん、ありがとう。いがぐりさん、ありがとう。ふなさん、ありがとう。握手券取りました。ありがとう。マロワ。マロは100で握手をするでおじゃる。ラッシュさん、テンさん、ありがとう。ペダルこいで音痴なのがポイントなんですよね。親戚が悪いのかそんなに気に入らないですか。今の注意なんかよりもこれからが大切なんだと。
きなお船で沖に出るんだ。人は誰もが自分を信じて生きてく。僕たちは新ロマンと立ち向かえ荒波の彼方、角の毛残りなしよ、どこかにある。ダメだ、無理無理、もう無理だ、無理でした。はい、みんな寝ちゃう。まこさん、はっしーさん、りょうへいさん、ダムのさん、じゃんたこさん、保冷剤さん、ありがとう。頑張っておじゃるの声で歌ってって言ったら、コウメ太夫と言われました。チクショー、獣紹介、確かにね、ポケモンの紹介か。あごめんって。宝さん、マッチさん、スーさんさん、ありがとう。いい声で喋ろ。突然だけど、みちの好きな教えて。サマーニット、いい感じ。本当はね、ここにねリボンがついてるんですよ、後ろ。可愛いんですよ、後ろが。キュートな感じ。そういう感じ。フリーでコツ教えてほしいぞ。フリーね。見せなーい。見せなーい。今度握手会で来ます。あ、でも握手会で来たことあるんやな、この服。思ってたよりネジ外れてて。え、これまだ普通の方ですよ、私。これが通常って感じ、本当はね。おめでとう。そのマイク好きなやつだ。ありがとう。暗闇の最後の部分の振り付け教えてください。何かが見えてくる。てててててんてててててててじゃーん、トゥグトゥグチャンです。でででファールボールにご注意ください。迷子のお知らせをします。佐賀県からお越しの田中孝子さん、佐賀県からお越しの田中孝子さん、1階総合
け付けで。お待ちです。お連れ様がお待ちです。やったー、モノマネやったー。お疲れ様です。みんな今日も一日ありがとう。今日も一日疲れているだろうにね。今日は月曜日だったから余計にいつもより疲れてるだろうに、こんなモノマネしたり歌ったり変な配信を優しく見てくれてありがとう。みちの好きな数字22番。22番は私のオーディションナンバーだったので好きです。とても。まあ最後みたいな雰囲気出して終わらないんですけど、まだまだ。そう、22だよ。ちょっと待って。見て、これ私がオーディションの時にこう貼ってたやつ撮ってるんです。ちょっとぐしゃってるけど、すごくない？風情がありますねえ。にいにって呼んでね。17歳、セブンティーン。そう、もうこの時から口がバツだったの。そう、すごくない？そう、これが私のオーディションの時に使ってたやつです。あの頃から今は成長したな、私顔が大人っぽくなった気がする。だってもう18ですからね。17は卒業したから。絶対合格しようね。頑張る。そう、そうなんですよ。そう、今18だからね。1年半で大人になったね。何受けてるの？私がこれから STU と今村美月がこれから成長していくための
あの階段に立ち上ってます。ありがとう、名前呼んでありがとうございます。確かにこんな変な子だと思わなかったですか皆さん。ラッパーが受けて立つぜ、久々にショールームだ、やった、よかった。いろいろ握手券取ったら3桁いてマミに怒れた。でも自分のねえ、こじこじさん、くま、ありがとうございます。そうそう、巣が出てきたね、大変大変、変なところも好き、あら優しい、立派な芸人になりました、ありがとうございます、みんなのおかげで。そう、私がなんか言うたびにみんなが大喜利してくれるから、そこでギャグセンスが培われましたね。ありがとう、ミルキーさん好きです、ネギさん、どんたくさん、ありがとう。今日シュッとしてる。こんばんは。みちにとってのプロフェッショナル。あ、噛んだ噛んだ。しまっちさん、ありがとうございます。そうよ。みちに影響されてエアポッツ買っちゃった。おお、イエーイ、嬉しい、いいよね、めっちゃ良くないですか、みんな買った、今村美月にとってアイドルとは。おお、ティ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 、そうっすね、今村美月にとってアイドルとは、ディ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 今日トロがね、アイドルは酸素って言ってたんですよ。アイドルはいいよな。アイドルいいよね。なんか元気の源って感じです。私は。元気ない時でもアイドルっていうか音楽で元気が出るんですけど、そう、アイドルは何なんだろう、音楽、いろんな音楽のジャンルあるけどアイドルっていいよね。他のアイドルは誰が好き？アイドルさんめっちゃ好きなんですよね、誰でも。まこさん、ありがとうございます。あ、すごい、酸素か、だからこんなに燃えるのか、すごい、めっちゃ頭いい、こんなにも燃えるのか、めっちゃ、いいね、それ私が言ったことにしたいぐらいすごいいい。ショールームで元気出る、本当？めっちゃうまい。
うまい。だからこんなにも燃えるのか。すごい上手。あ、くれるんですか、優しい。やったやった、明日メールで送ろう。アイドルは酸素だよ、だからこんなにも燃える。あ、燃える、炎上の意味の燃える。いやいやいや、そうじゃない、そうじゃない、そういう意味じゃなくて、おーおーおおお、応援しなきゃってなるんですよ。そう、おーおー、応援しなきゃ。私もおーおー、メール取ろうってなるし。ごめん。今日テンションおかしくない？なんかね、眠たさと疲れで、なんか。カズ兄さんありがとう。帰宅。お疲れ様ね。よし、切り替えていこう。トロ終わった、ほんと。キュー、うちのショールーム終わったら屍のように寝ます。ありゃ、ドラクエボーッと音は、お風呂の換気扇の音、お風呂の真上に私の部屋があるからです。寝落ち配信しないよ。今日の道いいね。ほんと？私今日なんかさ、いつもはさ、こうグッとなんかさ、喋り倒したりしよったらさ、なんか配信の手応え、配信の手応えじゃないけど、なんか今日は手応えじゃない、配信でいっぱい喋ったぜってなるけどさ、今日なんか変なことしかしてないけん、握手いきます。ありがとう、ザキさん。メールだいぶ溜まってる。ありゃ、明日配信します。明日するよ。するよ、明日も朝配信。始球式されてた方じゃないんです、ごめんなさい。私じゃないんです。私があのみんなの疲れを取りたい。馬之助さんありがとう。えいちゃん、たけとさんありがとう。メール2週間くらい溜まってるとか言えない。見てよちゃんと。あら、取れた。もう取った。うん、スカパラさんありがとうございます。マツダスタジアムのパフォーマンス見ました。ありがとう、嬉しい。やばいな、お腹が空いてきたな。もうなんで、なんでこんな時間にお腹が空くんでしょうか。私のメールどんな感じ。食べないね、食べない。昨日いっぱい食べちゃったから。食べないよ。
ジのことが好きだそう。イエーイ。9時以降は太るて。ミチのメールってツイッターみたい。そうなの、ごめんね。やだ。終わったら寝ます。おやすみ。日本初のピザの自動販売機、知ってる知ってる。こんにちは。おやすみ。イヤホン壊れた。なんで？私の美声に耐えきれなかったか。コーラのサクレ食べたよ。でもなんか上のレモンはなんか溶けちゃった。おやすみなさい皆さん。にゃんちゅう初見です、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。サクレコーラのラムネいらなくね。え、ラムネばかりあってほしいんですけど。私今日ね辛いやつ食べた。今日なんて言うんだろう、ラー油なんちゃらつけ麺、あのつけ麺じゃないわ、つけ麺、なんかつけ麺ってうどんもつけ麺ですか。なんかつけ麺、うどんもつけて食べる。ん、なんかラ、なんだったっけ、なんちゃらなんちゃらラー油にうどんをこうつけて食べるやつ。今月からメール取り始めました。返信はどうすれば。返信はハッシュタグ村だよりで皆さんにしてもらってます。初見です、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。そう、それ食べた、めっちゃ辛かった、びっくりした。でもなんかめっちゃ辛い、めっちゃ辛いって思ってたんですよ。でもなんかトロが食べたらなんか、え、全然辛くないって言ってて、多分自分のあの辛いやつだったんだと思う、あの辛みのあれ種類がね。お店の名前わかんない。深く公園申し込んだ、ありがとう。みんなも来てください、ぜひ。福岡のやつ、語彙力ねえ聞いて。あ、これかもしれん、あの言いたかったの。今日プレゼントとお手紙をいただきました、ありがとうございます。それでね、あのね、メールでなんかあのプレゼントに食品サンプルのアイスが入ってたやつの写真を載っけたんですけど、いろいろなねプレゼントの中にね、あのなんといろんなプレゼントの中にねメディキュットが入ってたんですよ。頑張ろうって思いました。メディキュット入ってたんですよ、プレゼントの中に。なんか足を細くするやつ、メディキュット、なんて言うんだろう、メディキュット、なんかタイツみたいなやつなんですけど、それを履いたら着圧ソックスみたいな。そう、しかもね、でもね、そのね、なんだっけなんだっけ、メディキュットがねL サイズだったんですよ。私 M だよ多分。
そう、もうびっくりしちゃった。頑張るね、ありがとう頑張るよそう、面白かったそう、 S サイズってあるんですかね。そう、頑張って L サイズが合うように、あ、 L サイズに合わせてからの使用しようかな。ダメだ、そんなこと言ったらダメだ。そうそう、でもいつも握手会にも来てくださる方だったし、あのそう、あの本当に本当にこれを使った方がいいよって感じで来たのかな、わかんないけど、でも多分そう、握手会によく来てくださる方だったので、ほーってなりました。めっちゃ面白かった。 L サイズは着圧されないよ。きょうちゃんありがとう。そう、私のお父さんにあげるね私持ってるから、自分でもう自分で持ってました。ありがとう。どうやって送る、STU48 の事務局、事務所に送ったらお手紙とプレゼント届きます。パパが美脚に確かに、お父さんなんかダイエットするって言っとったっけ。なんか送ってみていいですか、なんか送ってみていいですか、ぜひぜひに。今北産業、うん、お疲れんこ。メリキュットいっぱい届きそう。そうかな、うん、あれ使って細くなる、むくみやすい体質の方は多分なるんだと思う。お手紙途中で恥ずかしくなってゴミ箱に丸めてダンクシュート、読みたい、読みたいです。茶碗とか送りたい、茶碗蒸し食べたい、おやすみ、茶碗蒸し食べたいな。ダメだ、お腹空いた、食べないですけど。茶碗蒸し作るの得意、へえー、すごい、うん、この背景久しぶり。そうなんよ、 2,3 日前ぐらいからまたこれにした気がします。そう、自分顔から痩せていくけね。しかもなんか顔痩せたらみんながさ、顔げっそりしてるよって言うじゃん。うん、同じタイプね。そうなんで君がしてるのわしからやってほしい。おやすみ。今日の髪型はポニーチェールです。はい。
2本3本4本英語喋れる？ I speak English. I can speak English a little. Oh, many, 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 many. Oh, many, many little.取れちゃった。ポニーテールにシュシュ確かにカーレンダーより早くポニーテール頭皮痛くないよ。バイトお疲れ、みんなお疲れ様です。今日誕生日、おお誕生日センスが下にある。ちょっと待って、ちょっと待ってください。慎吾さん、よし、ありました。いきます。しんごさん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ。しんごさん、いらっしゃるでしょうか。まだ、おめでとうございます。電池です。おめでとう。ありがとう。センスはどこで手に入れたの？
ネットサーフィン。ビルマさん、スーさんさん、タンちゃん、キョウちゃん、スカパルダさん、クマノスキさん、ありがとうございます。ありがとう。眠たくなってきたね。こじこじさん、ありがとうございます。誰だ誰だ。アマゾンだす。ポニーテールでもめっちゃ小顔に見える。ありがとう。ポニーテールの方が小顔に見えるよ多分。どっちかといえば。お腹すいたね。何食べたい。スマイルさん、ありがとうございます。夜お腹がすいた時、私はたこ焼きが食べたくなる。りつきさん、ありがとう。おやすみ。アイス、粉もん食べたくなる。小腹サポート飲んで我慢する。小腹サポート買ったよ私も。何味。私はグレープフルーツ。週末道にあるの楽しみ。ありがとう。週末にキスしようぜ、それまでお預けの家。今日一蘭食べた。いいな。この前一蘭とガバ迷ってガバ行きました。君に走り寄り。押し増し使えるかな。使えます。多分。久しく見てのラブシュー聞いてない。あんた人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブシュー業テン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 。歩いてるそう夢見心地で、世の中のすべてのもの、キラキラ輝くそんな気がしてた。甘くはないんだ現実は、心が痛いよ片思い。微笑みの向こう側へ、さあ目と目が合った瞬間、こうなる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あ
の日からあなたにラブ修行を。占いをしてみたり、26日おしまい使えるかな。どうですっけ。気にしたりしながら恋をしなきゃもったいない。竹田さんありがとうございます。ありがとう。26日来てくださいますか。9月1日、リップナチュラルかな。ありがとうございます。8月26日は4部はおしまし使えると思う。5部と6部は完売してた。すごい完売。じゃあ4部におしまし可能です。完売だなんて。みちにギター教えたい。教えてほしい。ギター難しいよね。頑張るよ。でも9月15日までに頑張るよ。26楽しみにしてます。ありがとう。帰国を決意した。おお。すごい。私に完売だなんて。練習してるよ。フルで弾いてね。フルで弾きます。うん。4部だけですって。でもなんか言ったらおしまし可能にもできる、できるから言いなよって前言われたんですけど、本当にできるのかな。サンフレ応援に行く。頑張ってください。いいな。分かんないね。そうなんだってかね。それな。ありがとう。みち経験ない。言っといてや。できるんだったらみちに恋の予感。あ、いいねくん。26日楽しみ中。やったね。楽しみ。早くお洋服決めなきゃ。何しようかな言ってます。ありがとう。ありがとう。洋服何にしようかな。浴衣は終わりです。浴衣祭りはもうない。今年はないですね。楽しみだね。楽しみだね。早く服褒めたい。めっちゃダサい服で行こうかな。楽しみ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 。
未知のポニーテールってポニーテール世界ランキング1位だと思ってる。本当？あーちゃんもね、私のポニーテール好きって言ってくれる。そう、嬉しい、嬉しいよ。全身タイツいいね。うふ。エビもカニも甲殻類。小麦粉 T シャツいいね。コスプレ。あ、あるんですよ、コスプレ。実はね、見た目はとってもグロテスク。日本人なら大好きさ。43分だ。エビ、カニ、エビ、カニ、エビ、カニ。あなんかいい感じ、ほらこれが本物なんですけど、いい感じにならない。うん、あ、外国人っぽい。ああ。I remember you. 確かに握手会でこれ、これしていこうかな。26日の握手会褒めてくれます。あースフィンクス。あとはうん、上野さん、良平さん、ありがとう。いや、赤髪はさ、いや、赤髪はさ、こりゃあさ、違うよ。キノコや。赤が見えればいい、確かに。
ける。どうですか、みちゅう。道に見つめられて顔を隠して元気さん、ありがとう。ビルマさん、恭平さん、ありがとう。上野さん、ありがとう。ルーム間違えました、さよなら。ありがとう。今日これで壇上読みしようかな。え、似合ってる？嘘だ。嘘でしょ。ショット、ちょっと自撮りしてみますね。自撮りしたら、もしかしたら眉毛の色が違う系な。お、意外と意外とぽい。上らへん隠したらぽい。ほらじゃーん。ほらぽい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 。ほら、え、これすごくないですか、これ。これすごいよね。そういう感じしたよな。私だよ。ほら。ぽいぽいぽい。ぽんぽん。
ね、なんかこうフィルター効果ってすごいな。フィルターどう？こりゃフィルター効果やな。すごーい。いや、じゃあ今日はこれで壇上を読もう。うん、それでは壇上を読んでいきたいと思います。メンバーに送っても信じてくれなさそう。それでは13位、アモズさん。12位、ベイベー植木さん。ベイベー。11位、ゆうじろうまるさん。あ、ね、色が一緒。10位、 MH4 さん。すごくかゆい。9位、タケタさん。8位、リョウヘイくん。面白いな。7位、ツーモさん。髪今日切ってきました。6位、コジコジさん。5位、しばっちさん。4位、白い仕事着のみくさん。3位、ホタテサマーさん。2位、ダダダダムダさん。そして1位はルル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 じゃん、スーさんさん、ありがとうございます。じゃ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 んじゃ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 んじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 ん、ありがとうございました。いい感じ。はい、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとろー、バイチャロポー。お休み中皆さんお疲れ。それでは村でよりよろしくお願いします。スクショタイの朝も配信するのでぜひ見てください。ありがとうございました。それではまたね。それでは
たね。また明日いい夢を見てください。あ、ラッシュさんとかありがとうございます。変わっちゃった、ありがとう。しばっちさんありがとう、おやすみ、ありがとう、おやすみなさい、またね、よろしく、バイバイ、疲れを取ってね、バイバイ、ありがとう。おやすみ。5、4、3、2、1、ピー。初だけど確かに、ありがとう。